810EX810 は、いすズ自動車がかつて製造していた大型トラックである。ネーミングの由来は開発コード810イコール発展、発展である。1983年にニューパワーシリーズの後継者として登場した。車両形式はこのモデルより、トラック単車系は CEXX、セミトラクタヘッドは EXX と改められ、 積載量は、車軸数と形式を、XX はエンジンを、は、全長を示し、この車両形式は、後継者のギガにも引き継がれている。先代型のニューパワーでは、同形態のシャーシでも搭載エンジンや、積載量により、シャーシ記号が異なっていた。エンジンは、直列6気筒の 6RB1 や 6QA1、ターボや、V 型8気筒の PK エンジンを搭載。 ダンプ PCXZ21 等やセミトラクタヘッド PX21 等には V 型12気筒の 12PC1 が設定されていた。パーキングブレーキはニューパワーのステッキ式からレバー式に変更された。810シリーズは流行に合わせマイナーチェンジでヘッドランプ形状が丸め4等、角目4等、異様2等に変更されているが8 1十八表の 翌1984年にモデルチェンジされたエルフと1985年にモデルチェンジされたフォワードは最初から角型4頭であった。海外では初代 C シリーズ及び E シリーズとして販売される。810スーパー赤標の区分は車両形式のアルファベット3文字の G の数字2桁を示す。ありがとうございます。